自分は初体験が風俗だったんですが、後ろ見たくて彼女や友達に言えません。いつも自分は普通ではない。本当のことを言うと軽蔑されると怖くなってしまいます。友達に相談したこともありますが、この人は私のことをどう思っているので気に入らず、すっきりしません。どうすればいいですか？くだらない質問ですみませんってことなんですが、別に初体験風俗でも問題なくないですか？だって別にそんな言う必要はありますよ。初体験がどこだったかなんて発表しなくちゃいけないっていう話もないと思うんで、別にそれは気にしなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。別に風俗だろうと、なんだろうと、最初よりかは今どうかってことが大事なわけですよ。だからどちらかっていうと、初体験を風俗で済ませてしまったことよりも、初体験を風俗で過ごして済ませてしまったってことを理由にして、今、男女関係とか恋愛関係に、入れなくなっている自分を恥じた方がいいと思うので、別にそれどっちでもいいんじゃないですか。あとはだって初体験で失敗してる人なんかいくらでもいると思いますよ。それこそ。まあ男性だったら緊張して立たなくなっちゃったりとか、男性って義務感とか緊張感で簡単に仲折れするので、そういう男性もいるでしょうし、逆に女性もいると思いますしね、痛すぎて、なんか最初だったのに好きな人と一緒だったのにできなくて、それでなんか振られちゃったみたいな人とかもいると思うんで、そこ別にわざと言わなければバレないことなんでいいと思いますけど。人間なんて完璧な人いないですから、別にオリンピックとかいろいろあって炎上したり人叩かれたりする時代ですけど、人間って何もしていない人と、ね、大きなミスをしたことがある人の二つしかないんですよ。そう。要するに、失敗していない人は過去に何もミスとか汚れてる、黒歴史みたいなのがない人って、何もしてない人から、それただ単に。ね、それだったら、僕らじゃあ政治家とか、なんかいろんな人たちも、何もしてない代わりに、失敗してない代わりに、本当に何もしてない人ってのが、もうトップになったりとか何かをする時代になっちゃうので、それってどうなのって思いますけどね。失敗を恐れても、恐れずに行動して、で、失敗した場合は自分で責任が取れるって人がかっこいいわけだって、何にもしなくて失敗してない人って、なんだろう。それってただ何もしないだけの人ですからね。あともっと言うと一般の人が成功してる人が失敗してるのを見て叩くって言ったりとかそう炎上してるのありますけど、あれ簡単ですよ。自分たちがそれを言ったところで自分たちのミスなんて誰も興味ないから、偉い人のミスはみんな興味あるけど、どうでもいいそこら辺の一般人のミスなんか誰も興味持たないから、だから叩かれてないだけなので、どうでもいいと思いますけどね。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。